はいすいません皆さんお集,まりお集まりいただきましてありがとうございます、えー、まず冒頭なんですけども、えー、今日のボード会議でですね、えー、松田党代表が辞任されまして、えー、私神谷総平が賛成党の新代表に変更になりましたことをお伝えしたいと思います、えー、新体制にするようになったきっかけはですね、まあ、今年の6月23日に 5レンジャーと呼ばれます5人で集まりまして、ここであの党の運営について、えー、いろいろご指摘を受けまして、ですね、まあ、私自身、えー、血統準備が4年半かけて、一生懸命、えー、積み上げてきたつもりだったんですけれども、まあ、ここのタイミングで党の運営があかなりおかしいということの指摘がありましたので、えー、かなりショックでした。 えー、なかなかあの皆さんに党の運営についてしっかりと説明できてなかったという反省点もあったんですけれども、あのまあ、それは伝えつつ、ですね、えー、なんとか4か月ぐらい、い4か月じゃない、ごめんなさい、この2か月ぐらいかけて、えー、そういったものを分かってもらえるようにという形で、えー、取り組んでまいったんですが、えー、十分に伝えることもできませんでした。えー、その間ですね、えー 松田氏やあ他のメンバーの方からも党に対するいろいろなご意見ですね、党に対するといいますか、執行部に対してという厳しいご意見をいただきましたが、それが結局、中での議論ではなくて、役員の外の話に出てしまいますので、それが党の混乱を招くような事態になると。 いうふうふに判断をししましてですねそのことを率直に申し上げましたところ松田代表の方からですねそういったことに対しての責任を党の混乱であったりうまくまとまれなかったということに対して私も当然責任あるわけですけれども松田さんが代表ですのでそちらの方の責任を取って辞任をすると。 いいう形で決定をいたしました,またです、ね、同じくアドバイザーをやっていただいておりました赤星に関しましてもアドバイザーを降りていただきまして後任も取り消すという形で決定をし先ほど通達をいたしましたこういった決断するには私もかなり悩むところがありまして まあ今、議員もやらせてもらってますし、えー、事務局長もやってますし、でさらにまあ今回、代表もというような形は、相当苦しいので、まあ、もうそれだったらですね、まあ、私の運営体制、それからまあ党を作ってきたやり方、そういったものがおかしいということであれば、まあ、自分がすべてを辞職すればです、ね、問題が解決するのかなと。 いうふうふに思ったこともあったんですけれども、先ほど申し上げましたが、準備から4年と8か月ほど、参政党やっております、まあ、この間のプロセスを全部知っていますのが、私しかおりませんし、まあ、これまでもいろんな揉め事もありました、話し合いもやってきました、そういった中で、参、ま、政、あ、党が目指す党の綱領理念を中心にですね、 組織があって、議員がいるという、まあ、近代政党とわれわれ言っていますが、その体制をきちっと維持していけるのは、すべて見てきた、まあ、自分がやっぱりやらないといけないんではないかというふうに、いろんな党員の声も受けて思いまして、仮に抜けたとした場合に、私がです、ね、抜けた場合は、もう参政党が参政党ではなくなってしまうんじゃないかというふうな懸念を持ちましたので。 継続して仕事を続けるという形で決断をし、そして代表に代わっていただいて、新体制でもう一度、参政党の新しいチーム編成をやっていこうというふうに思いをいたしまして、その旨も松田代表に伝えて合意をしたということでございます。 まあ私を含めた運営メンバーが至らなかったので、まあ、これまでもでそうですけれども、まあ、党の運営や選挙に協力いただいた皆さんが離れていくということは、非常につらいものもありますし、苦しいんですけれども、ただ、ここでもう一度です、ね、参政党の形というものをきちんと固めないと、今、ちょうど大きくなっている最中ですので、 空中分解してはいけないという形で考えてこのような形の決断をしました。まあ、こういった判断ですね。また敵対する人たちも作ってしまうかもしれませんし、まあ代表になってなるとますます、ま私自身が権限を持つという,ふうに考える人がいればですね、いろんな攻撃も。 あるとは思いましたけれども、まあ、そういったことも含めて覚悟して参政党を立ち上げようと言いましたので、まあ、投,げ投げ出すわけにはいかないという形で、えー、決断しました参政党の党員の皆さんはなん個人の利益とかですね何か損得とかそういったもので集まっている人はほとんどいらっしゃらなくて。 今ままで一生懸命、えー、党の活動を支えててくださっったと思っていますそういった方々と今話をしているのは今すごく国際情勢の変化が大きくて同盟国のアメリカなどを見ていてもですね社会が混乱していますいろんなところで暴動なども起きています戦争も、まあ、ウクライナで実際大きく戦闘ありますしそういったものがアジアの方にやってくると。 いう可能性を多いに懸念されますしまた一旦収まってますけどもコロナのパンデミックみたいなものもですねまたアメリカ中心に始まるんではないかというふうな懸念もある中で党員の思いは今のままではもう日本が日本じゃなくなっちゃうとそういう危機感でやってる人がほとんどですからそういう人たちの思いがしっかりと形になって 自分たちが新しい政党の運営に関われている、自分たちが関わることで政治が少し動いていると、そういった思いを皆さんに持ってもらえるような体制をきちっと作っていきたいと思います。まだ参政党は組織が十分ではありませんので、事務局がどうしても支持したり、お願いしたりすることは多いですけれども、この6月には、 全国10のブロックに分けて10人のブロック長をお願いし各51の県連ブロックの皆さんにも就任をしていただいて今新体制でみんなの声が反映できる体制を作っているところでありますこの体制をしっかりと固めるまではですね、私は責任を持って批判も全部受け止めて事務局長としてしっかりと党を作っていきたいと思います 党の代表は臨時だと思ってますので、また衆議院の方増えましたら、そちらで再度投票するなりしてですね決めていきたいと思いますが、今、国会議員も一人しかいませんので、今日の状態では私が代表、県事務局長という形でやらせていただきたいというふうに思います。もちろん体制変わることで不満を持たれる方、失望される方いらっしゃると思います。けれども、 もうそこはですね、行動で見せていくしかありませんので、これからの参政党の活動をしっかりと見ていただいて、約束したことがしっかりとできているかどうか、そこで判断していただいて、これからの活動を、皆さん、党員の皆さんのです、ね、活動を決めていただきたいというふうに思います。離れる人もいれば、残ってくださる方もいらっしゃると思いますので、残ってくださる皆さんとは、ピンチをチャンスに変えて、より、 強いより大きな政党を作っていく所存ですので引き続き協力ご支援をお願いしたいと思います。冒頭に代表交代の挨拶ということで昇進を述べさせていただきました。以上です。はいありがとうございました。続きまして地方選挙の結果と新たに入党した議員のについてボトムメンバーの藤本より申し上げます。 когда